どうも、レオンです。まあ、緊急動画撮ってるんですけども、今日はですね、本日夕方、夕方とか夜か、7時から行われる日本対チュニジア、まあ、6月の、テストマッチ、ファイナルですね、ラストの試合、があるんですけども、まあ、それに向けての、スタメンを、発表したいなと、予想したいなと、いうふうに思います。なんかね、今までの3試合って、結構なんか紅白戦とかね、そんなもあって、予想スタメンが漏れてきてたんですよね。おそらくこうじゃないかっていう。でも今回なんやろ、秘密というか非公開にしてるのか、漏れてこないんですよね、スタメンの感じが。で、森保は一言だけ、大幅にメンバーを入れ替えますって言ってるんですよね。で、この6月の最終試合、4試合目に向けての、狙いって何なのかって言ったら、もうワールドカップ目の前に迫ってますと。で、いろんな選手試しましたと。で、ブラジル戦もしましたと。ということは、現時点での最強メンバーを、送り出さないといけないんですね。もちろんブラジル戦もしたし、それ以外の試合もしたし、その試合をした中で、あ、使える選手、使えない選手っていうのが分かってきたと思うんですね。で、それをひっくるめた上で、現時点での最強メンバーをこのチュニジア戦に送り出さないといけないんですね。森保はそこまで考えてるかどうかは不明っすよ。森保ですから。はい。まあ俺は信じてるけど。はい。なんで、それも踏まえて、スタメンを発表したいな。つまり、このスタメンは、ワールドカップで勝つためのメンバー選びなんですよ。ね。森保クラブ、ファンクラブの集いじゃないですね。なんで、ワールドカップで勝つためのメンバーとして、現時点でね、読んだ招集したメンバーの中で、っていう形でスタメンを、予想していきたいな、というふうに思います。ゴールキーパー。誰がどう考えても、シュミット・ダニエル。ここでもし、権田、大迫をまあ、川島もそうです。この3人、他の3人が出たら、2本終わりです。終了です。はい。もう終わりました。ね。そんなことがないと信じてます。ゴールキーパー、シュミット・ダニエル。ですよね。これ以外一択ですよね、正ゴールキーパー。ね、ポイチ。はい。で、右サイドバック。右サイドバックも山根ですね。山根一択。まさか長友ないよね。え？ポイチ。お前大丈夫やんな。頼むで、マジで。なあ。お前素人じゃないよね。じゃないよね。よかったよかったよかった。山根。まあ、前回ね、ちょっとミスパスもありましたけど、まあ、ちょっとに、右サイドは彼ちょっとダントツで突き抜けてるかなって、力的にね。会話今のところいないかなと俺は思ってるんですけど。で、センターバック。もちろん吉田麻也ですよね。もう彼、会話聞かないんで。で、相方としては今、冨安がね、まあ、一応帯同はしてるんですけど、まあ、さすがにそんなね、肉離れ明けなんで、無理はささないし、まあ、間もなく、あとね、8月ぐらいから新シーズンも始まりますから、まあ、おそらく試合に出ることはないのかなと、いうふうに思うんですよね。なんで、センターバックは、ま、板倉になってくるのかな。板倉しかいないでしょ、と。あ、谷口もいますけど、まあまあ板倉でしょうね。で、左サイド。まさか左サイドに長友？違うよね、森保。おい。お前、素人じゃないよね。大丈夫だよね。左サイドはですね、まあ本来中山がいたんですけど、中山がちょっと怪我したっぽいんで、そこはもう離脱なんで、伊藤？俺も伊藤ですよね。ちょっと待って、まさか、長友じゃないよね、お前。おい、ポイチ。お前、素人じゃないんだから。頼むで。はい。だ最終ラインは、伊藤、吉田麻也、板倉、山根。いいんじゃないですか？うん。キーパー、シミット。ね。いいですよね。うん。で、中盤は、ダブルボランチ。遠藤。そして、田中を。いいんじゃないですか？まあ、森田いないんでね。まあ、田中は。で、トップ下。待望の、鎌田。多分、鎌田をスタメンでトップ下で使ったことはまだないと思うんですよね。今、やらないといつやんねんっていう感じでね。はい。いいですよね。遠藤。田中を。鎌田。誰が見てもそうだよね。え？まさか原口とかじゃないよね。本当に。頼むよ、ポイチ。お前そもそも、何の取り柄があんの、そもそもって思っちゃうよね、本当に。はい。
で、フォワード3枚ですね。左、三笘以外ないよね。え、まさか南野とかじゃないよね。え、森保、大丈夫かお前。はい。まあ、三笘。彼使わへんかったらもう終わりです、マジで。で、俺は真ん中に南野使ってほしいわけ。センターフォワードにね。もう左の南野とかもう機能せえへんから。うん、何回も言ってんねんけど。ホイチ、あいつ、まさかこれで左サイド、南野使ったら俺も、逆にスタンディングオベーション。逆に。うん。大丈夫だよね、お前。ほんで、あ、ていうかお前、コーチじゃない、強化か。あの、上にいる反町、お前注意せえよ、それやったら。な、まあ、でも反町注意できひんか。だってお前も大した実績ないもんな。二十歳だけやもんな。J リーグで優勝したわけでもないしさ。なあ、北京オリンピックでも惨敗やしさ。口出しできひんな。形だけやな、お前、結局な。うん。で、右は伊藤。間違いないですね。三笘、伊藤、南野。で、まあ、南野のところにね、途中から古橋とか。まあ、入れたらいいじゃないですか。で、いいんじゃないですか。で、まあ、だいぶ先っていうか、もう間もなく結論出ると思うんですけど、ワールドカップのエントリーメンバーってまだ正式には決まってないですね。エントリー数ね。従来は23名やったんですけど、おそらく26名、プラス3名ね、になるであろうと言われてるんですよ。もういろんな代表監督が、そうしてくれと。っていうのは、今の現代サッカー消耗モードが激しいから、そのスタメン11人だけでは戦えないっていうのと、まあ、今コロナ禍じゃないですか。もう誰がみんな、ね、あのコロナにかかるかわからないんで、もう陽性が出たら試合には出れないんでね、もうあの隔離しないといけないんで、どんだけこうね、いろいろ気を使ってたとしてもなる可能性はあるわけですよ。やっぱ試合中はマスクしてませんからね。はい。なんでそういう一気にね、5、6人一気に集団感染が出たらもう試合できないわけじゃないですか、ほぼほぼね。だからそういう点も考えて、まあ、26名になることがもう濃厚って言われてるんですよ。なんで俺が恐れてるのは大迫とか、長友とか、あと誰？原口とか、柴崎とか。多分競争なしでも選ばれますね、多分。うん。26名になったら。23名になったらね、もっと競争が激しくなるじゃないですか。だから26名になったらね、多分久保建英か。あんなも選ばれますよ。森保ファミリーみたいな感じで。ワールドカップに臨むことになると思いますね。だって今の段階でもともと28名呼んでたわけでしょ。多分明らかに実力不足やな、てか選ばれへんなってのは大阪ね、キーパーの。これで27でしょ。あと一人誰や、誰が邪魔や。長友は入る。それでも27いんのか。誰でしょうかね。あれや、上田綺世が抜けたからちょうど26名だったんや。そう。だからもう、今選んでる26名も決定なんですよ。森保チルドレンで。もしかしたら佐々木翔が入ってくるかもしれん。ワールドクラスの佐々木翔が入ってくるかもわからへんから、伊藤が逆に外れるかもわからん。やっぱ佐々木翔ってワールドクラスやから。はい、そんな感じで。俺今日これ何の動画やったっけ？あ、日本代表のスタメンね。シュミット。吉田麻也、板倉、山根、伊藤、遠藤、田中碧、鎌田、三笘、伊藤、南野、これが現時点でのベストメンバーです。そしてそれを今日試すんやんな。え、違うの？スタメンは権田、長友、原口、マジ？日本は、終わりました。ありがとうございました。